最強ビール最強つまみやっていきましょう。今日はこれクラフトチューハイ栃木ゆず、丁寧に仕込んだ一手間作り、飲むか。これね、なんかいまいちなんだよな。まあクラフトビールは甘いんですけど、クラフトチューハイがねそうでもない。うまい。これめっちゃ柚子だわ。これ当たりじゃない？これ当たりだ。まあいい感じだ。これはいい感じ。で、今日何をするかと言いますと、こちら、ハンバーグステーキ。6.19、でまあこのハンバーグステーキにアボカド入れてアボカドハンバーグ作っていこうかなと思います。はい、これセブンで売ってるやつです。で残りのアボカド個体よっ、よいしょ。で何をするか、これはちょっと外さないと良くない、良くなくない？このアボカド同士は外しといた方がいいと思うな。まあもうそのままやっちゃうか。いや、じゃまずは、解凍しましょう。で、こちら日本ハムですね。ハンバーグステーキ、どういうことかな。まあちょうどいいか。これはどうしたらいいんだ。ここですね。容器のオープンより点線までフィルムを剥がし電子レンジで温めてください。開けていいのかな、これは。開けてよいと。どうなったのこれ。これでいいな。で、何分？ 1 分30秒。ちょっとアボカドをほぐしてました。1分30秒ですね。ご飯も食べよう。
もういい気がするな。このぐらいか。はい。で、1分30秒か。アボガドの解凍ということで、ちょっとね冷たい方がいいんですよね。うん、ちょっと冷たい方がいい。どうだろうな、これね本当にちょっと冷たい方がいい。でもシャリ感はあんまり良くないか。どう、どうだろう、どうしようかな。もうちょっと温めるか。むずいんですよね。でもね、やばい、冷たいぐらいがいいと思うんだよな。今回それでいこう。あんまり温めるとなんか変、本当にね寝ちゃってなっちゃうな。まあそれどうだろうね。ちょっと食べながら考えます。それでいいでしょう。でご飯をも、レンチンしてる間に盛り付けをやっていくと。はい、じゃあ盛り付けやっていきましょう。チーズハンバーグ、まあでもね、チーズハンバーグよりもこのアボカドハンバーグの方を自分は買ってるので、チーズなくてもいいかなと。でこのでかいやつを沈めるのが大事かな。沈めて、よいしょ。わあ、森のバター。ちっちゃいのは上でいいか。はい、できました。じゃあサムネ撮りましょう。サムネこれかな。サムネ完成です。アボカドハンバーグ完成しました。いただきます。ああ、これはね、この栃木ゆずのやつ、甘くないんですよね。甘くないから、なんかまあ、甘くないゆず飲みたい人はちょうどいい。本当に甘くない。これは、美味しいです。なんかメーカー品とかっていうか、クラフト、なんだろうな、大量生産してるやつでやっぱり一般的に味を合わせてくるんで甘いんですよね。よっ、大体これは甘くなくて美味しい。このひと手間作りシリーズの中では一番好き。まあ他があまりよろしくなかった。では食べていきましょう。
アボカドハンバーグその2。いただきます。ああ、うまっ。うまっ。なんか口の中にえも言えぬうまみがこう広がるんですよ。このアボカドとの組み合わせ。それすごいいいんですよね、本当に。もう家庭でも簡単にこれは作れるんで。いただきます。アボカドの中には少し冷たかったりするものもあるんですけれども、少し冷たいのが美味しかったりする。これがちょうどいいってやつだ。あまり解凍しすぎると、なんかトロトロしすぎるんだ。うまっ。アボカドハンバーグうまっ。いやー、素晴らしい。アボカドハンバーグシリーズやっていってもいいけど、絵面ずっとこれですからね。まあ、アボカドハンバーグとチューハイは、ゆずチューハイは、まあ、あれですね、微妙ですね。どちらでもないって感じです。合わないとも言えないし、合うとも言い難い。ワインとかが合いそうだね、やっぱ。もう家でハンバーグ食うときはもうこれ以外食べないかもしれない。アボカドハンバーグはマジで。あれだね。まあレストランで食べずに家で食べてもいいかも。アボカドの温度だけ気をつければ。美味しいアボカドハンバーグができるかなと。ちょっと半冷凍みたいな感じ。半解凍か。まっ。うめえ。これアボカドがうまいんじゃなくて、組み合わせがうまいんだよね。
まあこれあれです、簡単に言うとアボカドがハンバーグになるんですよね。ハンバーグの味っぽくなる。かといってハンバーグを口いっぱいに含んだら、そういう、なんて、美味しいって感じにならないですけど、このアボカドハンバーグは、ハンバーグが口いっぱいに美味しく広がるみたいな、そういう効果があるんですよね。今日は木曜か。まあ、アボカドだけはダメだね。アボカド単体じゃなくて、アボカドと、もうハンバーグ。もうこの組み合わせじゃないとダメ。ハンバーグだけは成立するけど、アボカドは成立しないから。えげつねえほどの油。やめよう。脂質以上になる。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の最強ビール最強つまみもよろしくお願いします。失礼します。